10年以上は経っているな。化けて出るのを待つより貴様がメイドへ行った方が早いだろう。貴様だって先代の墓に一度も来ていないだろう。に城を作る。それが完成したらこの女と祝言を挙げる。いや、ただの町人だ。
死者勢力も戦になりうる力は全て潰す。これは俺にしかできない役目だ。そして貴様や民に必ず新しい世を見せてやる。皆息災だ。それが大した話ではないだと。貴様、頭を打つようなことでもして忘れたか。今の貴様の方がよほど動転していると見えるが、時を命じられて俺にずっと隠してきたのだ。その後も山賊に捕まるわ、何かにつけて意見してくわ。おい、聞いているのか。よくはなかろう。ペラペラ喋りよって。俺だから酔っ払いは好かぬ。先代は家臣に裏切られてあっけなく死んだ。先代は家臣に裏切られてあっけなく死んだ。人を信じ、いたわれば戦はなくなる。それが口癖だったやつの間抜けな最後だ。死に際になってもだ。大丈夫だ、明日には良くなると嘘ばかり。母上にも死ぬ時も一緒だなどと、できもせぬ約束をしたせいで。今でも先代の墓に参れないのはそれが理由だ。弟の信行も父母を失い、疑心暗鬼になって二度も謀反を企てた。結果、血を分けた弟を自害に追い込むことになったが、それは全て父の弱さが招いたことだ。のない甘い言葉は言わぬ。子が生まれたも父がすぐに死ぬから一人で生きろと育てる。天下統一のためなら誰でも
いくらでも殺す。夫婦となれば貴様にとって生涯冷たい主になる。できる約束は少ない。しかしこれだけは言える。俺は死ぬまで貴様を愛す。だから俺の妻になってくれ。